センターへ。難なく取りました。ピッチャー返し。どうだ。この回の出塁はありません。二遊間抜けるか。ツーアウトからですがランナーが出ました。際どいところに入りました。打球はショートへ。二塁は5回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズランナーを出しましたが無得点に終わっています。まだ疲れは見えません。三浦バッタ、これはアウト。これは好プレイ。この回の出塁はありません。バッタレフト落下点に入りました。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。塁には出したくないバッターです。いいコースに決まりました。当たりは今一つ。あー、一塁はどうか。ランナーはありません。センターへ。センター余裕を持って構えます。この回の出塁はありません。際どいところに入りました。際どいところわずかに外れています。ライトはどうか。打球はショートへ。二塁は6回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズランナーを出しましたが無得点に終わっています。塁には出したくないバッターです。際どいところに入りました。これはアウト。一塁へ。この回の出塁はありません。掴んでスリーアウト。6回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。まだ疲れは見えません。笹岡一二塁間抜けるか。ノーアウトからランナーが出ました。
際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。三球三振です。塁には出したくないバッターです。ピッチャー返し、スコアリングポジションにはランナーがいます。変化球から入った。さあゲッツーコース、二塁はどうか、間一髪セーフ。ここはきっちりと抑えておきたい場面です。変化球から入った。ボール球を振ってきた。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。打ち上げてしまいました。これはアウト。7回の表の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズ二者残塁で無得点です。塁には出したくないバッターです。ピッチャー返し、一塁送球間に合いません。ランナーは俊足、変化球は投げにくい状況だがどうか。際どいところに入りました。センターへ、これはアウト。ワンダウンです。ランナーは一塁。センターへ、センター落下点に入りました。これでツーアウト。今のところ疲れは見せていません、三浦。ピッチャー返し、厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。変化球から入った。打球はセカンドへ、一塁は。7回の裏の攻撃が終了しまして、この回のカープ二者残塁で無得点です。塁には出したくないバッターです。いいコースに決まりました。いいコースに決まりました。二遊間抜けるか。うわー、止めた。これは好プレイ。スコアリングポジションにはランナーがいます。
変化球から入った。打球はセカンドへ、ランナー三塁へ向かう。ここはきっちりと抑えておきたい場面です。ピッチャー返し、ホームを狙う。この場面でリードを奪った。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ベイスターズ、これで1点のリードを奪いました。カープ、ここからは無失点で抑えたいというところか。これで差は1点。さらに追加点を加え、勝利をぐっと引き寄せることができるか。ファウルボール。ボールか。いいコースに決まりました。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは。きっちりとダブルプレーを取りました。カープ、がっちりとしたチームワークを見せています。同点で迎えた8回の表、ベイスターズ、この回同点から一歩リードしています。この場面で代打を出してきました。バッターボックス、新井。今のところ疲れは見せていません、三浦。ボールか。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは。ここで1球外してきました。注目の1球。センターへ、懸命に下がって、入った。際どいボールをなんとか捉えて、レフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ、大観衆の声援を浴びながら、ゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。これで同点に追いついて、予断を許さない状況になりました。この場面で代打を出してきました。バッターボックス、森笠。やや疲れが見え始めています、三浦。ピッチャー返し、シングルヒット、ランナーは一塁。ピッチャー返し、この場面で代打を出してきました。バッターボックス、浅井。スコアリングポジションにはランナーがいます。初球は外してきました。際どいところに入りました。外外と来ています。さあ、次の1球は。ライトはどうか、
ライト余裕を持って構えます。さあタッチアップランナースタート、ようやくアウト一つを取りました。ここはきっちりと抑えておきたい場面です。ストレートから入った、いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。ボールか、ライトはどうか、今ランナー悠々とホームイン。この場面でリードを奪った。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。カープこれで1点のリードを奪いました。ベイスターズ、ここからは無失点で抑えたいというところか。これで差は1点、さらに追加点を加え勝利をぐっと引き寄せることができるか。二塁ランナーホームへ、カープ一方的な展開を見せています。ロペス、ここでタイムリーヒットを放ちました。カープ追加点です。さあどうする、ベイスターズ。ベイスターズ、小刻みな継投を見せています。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。ファウルボール、